今日のアイスはこちらと、じゃん、セブンのミルクバニラと、じゃん、ファミマの北海道ミルクバニラの比較をしてみようと思います。こちらですね、セブンイレブンがあって、向かいにファミリーマートがあるところがあるんですけれども、セブンに行ってファミリーマートに行ったらちょっと同じようなものを見つけちゃって、何回もぐるぐるしちゃいました。ということで、ちょっと早速食べ比べしてみようと思います。ミルクバニラ、色が違うんですよ。もはやちょっと黄色くて、こっちが白くて、アイスクリームとアイスミルクですが、楽しみです。早速食べてみようと思います。よいしょ。まずはセブンから、溶けちゃう、急げ。こんな感じ、真っ白でワッフルコーン、こんな感じです。はい、早速食べてみます。いただきます。こうやってあるタイプのソフトクリームみたいな味がしますね。すごい濃厚な感じも感じれます。やっぱあれかな、アイスクリームだからかな。次、ファミリーマートの北海道ミルクバニラ食べてみようと思います。バニラビーンズがいっぱい入ってる、見えるかな、すごいバニラビーンズがいっぱいあります。うん、ちょっと黄色っぽいな、こっちファミマの方です。はい、早速いただきます。持った感じも同じなんですけどね、今後は違うのかな。めっちゃバニラ、めっちゃバニラな感じですね。バニラビーンズがめっちゃバニラです。本当にこっちの方が氷がこっちの方がついちゃってるんですけど、けど噛むとふんわりしてるんです。柔らかい、すごい甘いです。並べてみますね。こっちがファミマで、セブンの S です。コーンの目の大きさが違いますね。ファミマの方がコーンがちょっとしっとりしてて、セブンの方がサクサクしてますね。コーンのあの巻きの一枚一枚の厚さも、セブンの方がちょっと分厚いですね。お疲れ様でした。今日はセブンのミルクバニラと本場のミルクバニラのご紹介をしました。セブンの方がミルク感たっぷりの濃厚な感じでした。で、ワッフルコーンもちょっと固めです。で、ファミマの方がバニラ感が強くて、コーンが柔らかめで食べやすい感じでした。皆さんお好みによってぜひ食べてみてください。はい、それでは。